1986年の南海ホークスでは、1986年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、杉浦正監督の1年目のシーズンである。長い、長い低迷から脱却すべく、シーズン前は、香川サード転校、モンデン、デビッド・グッド・ウィンの60番トリオといった構想を打ち出したが、 香川は、嘆き不振で5月末に2軍落ちして2ヶ月で、頓挫。ざ、60番トリオもグッドウィンが度重なる故障から、不審に陥り、トリオは1年で解散となった。投手陣では、荒井博正との交換で近鉄から獲得した、山口哲司も復活せず、チームは5月10日、以降一度も再開から脱出することなくシーズンを終えた。 ルーキーの西川義明が10勝を挙げ西部の清原和弘と新人王を争う活躍を見せ、また前年不振の井上雄二が先発と抑えの両方こなした一方で10年前の新人王である藤田学が5年来の不振から抜け出せないまま31歳の若さで引退した。打撃陣は前日のように香川グッドウィンの不振でチーム本塁がチーム打率が リーグ再開に終わり、失策も116個で、リーグ唯一の100個台と、ジグハグな試合が目立った。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。ありがとうございます。